こんにちは病院薬剤師玉さんですこの動画では私がライフワークにしているクラウド型医薬品種についてご紹介しています今回は進化クラウド型をグレードアップさせたワインダットのコンテンツ参戦と題してお送りします 今年度より導入した医薬品情報プラットフォーム、ファインダットを当院のクラウド型と連携させました。クラウド型をグレードアップさせたファインダットのコンテンツ。一つ目は標準フォーミュラリーです。標準フォーミュラリーとは、ファインダットが独自に作成した フォーミュラリーのことですフォーーミュラリの定義はご覧の通りですがこれもたくさんの定義のある中の一つに過ぎずここでは医薬品の使用指針を意味しますエビデンス資料も充実しているためフォーミュラリーの作成だけでなく代替医薬の選択に悩んだ時にも威力を発揮します。 クラウド型では、同行薬情報のコーナーナに配置しましまた。クラウド型をグレードアップさせたファインダットのコンテンツ2つ目は新薬品評価書と適応症追加医薬品評価書です新薬や適応症が追加された医薬品について ファインダットが科学的根拠に基づいて評価を行った資料です。クラウド型では、製品の概要のコーナーで、セーフ DI の新製品情報に並べて配置しました。クラウド型をグレードアップさせた、 ファインダットのコンテンツ。3つ目は、海外規制機関情報です。海外の主な規制機関、EMA、FDA、MHRA などから発出された医薬品に関する安全性情報を、ファインダットが翻訳、要約したものです。クラウド型では、備考欄、コメント欄に転記しています。 冒頭でファインダットを当院のクラウド型と連携させたとき「え連携なんてする必要あるファインダット単体で使えばいいんじゃない?」そんな疑問を持たれた方もおられたかと思いますただ別の動画実はクラウド型最高と感じた瞬間5選で紹介した通りクラウド型には ポータルサイトとしての側面があります。薬品名検索であらゆる情報に迅速アクセスこれをモットーとするクラウド型ではファインダットのコンテンツも薬品ページに紐付けた方が使いやすいと判断したのです。 ファインダットと連携させたことで、クラウド型が一気にレベルアップしました。さあ、皆さんもクラウド型医薬品種を作りましょう。クラウド型の制作・活用方法は、ご覧のサイトで詳しく解説しています。 今回のお話は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。ご満足いただけたなら、高評価、チャンネル登録をお願いします。ツイッターでも情報発信していますので、感想をつぶやいてくださると嬉しいです。病院薬剤師って素晴らしい。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。